Google アカウントを設定する方法をご説明します。Google アカウントを設定すると、Google のアプリを利用できます。初回起動時に、Google アカウントについての画面が出ます。初回起動時に設定しなかった場合は、Play Store など Google のアプリをタップします。新しいアカウントをタップします。Say May を入力し、右下の矢印をタップします。任意のユーザー名を入力し、右下の矢印をタップします。パスワードを入力します。パスワードの登録間違いを防ぐため、もう一度同じパスワードを入力します。右下の矢印をタップします。パスワードを忘れた場合の質問と回答、予備のメールアドレスを入力して、右下の矢印をタップします。Google プラスに参加する画面では、今は設定しないをタップします。内容を確認し、右下の矢印をタップします。認証中の画面が表示された場合は、画面に表示されている文字を入力し、右下の矢印をタップします。必要に応じて、Google Play のクレジットカード設定を行います。設定しない場合は、後で行うをタップします。バックアップのオプションを選択します。右下の矢印をタップして設定完了です。